舗装林道を走り抜け、標識を見つけたので振り返ってみると。この林道は一般交通のために設置したものであり、一般交通のためのものではありません。一般交通のために設置したけど、一般交通のためのものではないって、どういう意味？二回出てくる一般交通のどちらかが間違ってるのか？それとも私の読み方が間違ってるのか？よくわかりませんが、今回は以上です。